はい、おはようございます。炭酸生態のアンジです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回はですね、老化予防のアイデアとかですね、ヒントをですね、新たに配信していきたいと思います。今回はですね、この二重を簡単に手に入れるですね、その話をしたいと思うんですけども、これですね、やっぱり一重の方はですね、やっぱ二重になりたいとかですね、やっぱ目がパッチリ開いているように見えたいとかですね、あるじゃないですか。で、僕たまたまですね、まあ二重なんですけども、やはりこの周りにですね、一重の方がいたりとか、寝不足とかちょっと目を腫らしちゃうっていうかですね、その、前日にちょっと水分取りすぎた目が腫れぼったりとかですね、そういう方もおられたりとかですね、これ簡単にできるんですよね。簡単にまあまあこれをやることによって繰り返しやっていたらですね、自然にその二重になっていくっていうことなんで、これもちょっとね、まあ1週間ぐらい続けてもらえたらいいかなと思うんですが、これ簡単にちょっとですね、今からサクサクっとやっていきたいと思います。またですね、このスプレー、まあ、使ってもらいたいと思います。これを使うことによってね、毛細血管を拡張させるっていうことですね。皮膚から炭酸が入って、毛細血管を拡張するんですけども、それをね、利用してですね、いわば血液の循環を上げていくっていうものなんですね。それをですね、これ利用してですよ。今から二重になっていきたいと思うんですが、僕まあまあ、もともと二重なんで、やり方だけですね、お伝えしたいと思います。でですね、これをですね、まず顔、まあ目にかけましょうか。目にかけます。目をつぶって、かけます。シュシュッと。ワンプッシュ、1秒ぐらいですね。1秒ぐらいかけるぐらいで、ほんとに手間かからないじゃないですか。で、これをですね、まあかけて、馴染ませる感じですね。で、次、こっからなんですけども、こっからいきますね。こう、眉毛を、抑えます。眉毛を抑えて、眉毛が動かないように目をパッチリ開けてください。眉毛が動いたらダメですよ。動かずに目だけ開ける、グッと開ける。ね。これを5秒。1、2、3、4、5。はい。で、次ですね。目を閉じる。眉毛を動かさずに、こう、ダメですよ。動かさずに眉毛を押さえて、目だけ閉じる。1、2、3、4、5。はい。その次ですね。このまま強く、眉毛を動かさないまま、ぐっと閉じる。これ難しいですよ。1、2、3、4、5。はい。これをですね、5セットしてください。5セット。ですね、5セット。書いておきます。目を開ける5秒。で、次、目を軽く閉じる5秒。で、目を強く閉じる5秒。15秒ですね。ポイントは眉毛を動かさないってところなんですね。これをやることでですね、このまぶたのこの動きがですね、眉毛に引っ張られずにこの動くようになることによって、この二重のシワができるということですね。ぜひですね、あなたも、この簡単にですね、二重をゲットしてみてください。まあ、この動画が良かったなと思ったらですね、いいねのボタン、ぜひよろしくお願いします。またですね、チャンネル登録の方をですね、こちらの方に置いてますので、よかったらですね、チャンネル登録の方もしておいてください。またですね、質問とか気になることがありましたらですね、下にコメント欄にですね、質問入れてくださったりとか、僕の、お店のですね、LINE アットのページがあるんですけど、そちらの方のですね、URL も貼っておきますので、そちらの方からもですね、質問受けたまってますので、ぜひぜひ登録してください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。